こんにちは、プロトリフチャンネルです。秋から冬にかけてこちら針葉樹の色が紅葉や冬枯れといったような状態で色がどん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 綺麗になってきます。針葉樹を総称してコニファーというふうに呼んでいます。丸いもの、尖ったもの、葉っぱがちょっとフラットなものというようなことでいろいろな種類があるので、ぜひお庭で鉢で育ててみてはいかがかなと思います。お日様が大好きですから、よく日に当たるところで管理をしてください。水は乾いたら、肥料はまあやった方がいいのですが、やることによって大きすぎるという嫌いもあるので、肥料はほどほどにということがいいと思います。形がいろいろあるので、皆さんのイメージした形のものというのがあると思いますから、それ最初にチェックしてから買わないと、スラッとするのに丸くしたいというのはちょっと無理かもしれませんので、コニファーの性質いろいろチェックしてから購入してみてはいかがでしょうか。